レッドホタルだわ。なんて綺麗なの。ああ。これは何だ？ホタルです。ホタル。お前が駆除を望むなら、そのように命令するが。え？なぜ？ホタルというと、つまりは虫だろう。確かに虫ですが、むやみに駆除してはダメです。人間を含めたどんな生き物も大きな循環の中にいるのですから。それにね、とっても綺麗。そうだな。変な感じだわ。私がいろいろと悩んでいるのは、殿下に起因するものばかりなのに。なんだか、殿下の方にばかり飛んでいませんか？だったらこちらに来ればいい。そうですよね。これくらいなら。うん。おい、まさか。しまったならごめんなさい。ですが、そのご存知ですよね。これくらいの距離なら問題なく飛び移れること。そうだな。何せ城のバルコニーから地面に飛び降りるくらいだ。ならどうして。分かっていても反射的に動いてしまったのだから仕方ない。本当に綺麗な瞳。俺にお前を排除させるなよ。お約束はできません。あなたの妻になろうとも、私は私の目指すもののために動きます。たとえあなたから切り捨てられたとしても。ですが、その時はまたここに帰ってきます。何？あなたに切り捨てられて、婚約破棄を告げられても、今度は侍女の面接を受けてお城に戻ってみせますよ。それがダメなら男装して騎士に、それでもダメなら薬師としてでも、このお城に潜り込めそうな技術を習得して何度だってあなたに会いに来ます。ですからご安心を。私はおとなしく殿下に排除されたりしません。私にとってこの瞳はアルノルト殿下の瞳なのです。あなた自身にとって忌むべきものでも何度でも繰り返して伝えたい。あなたの瞳は
世界で一番美しいと思います。